こんにちは。小池東京都知事、またやっちゃいましたね。ごめんなさい、僕も本当好き嫌いで言うと嫌いなんで、その嫌い前提で言ったらあかんのは分かってるつもりなんですけどね。これですわ、これ。8時だよ、全員帰ろうっていうやつね。朝8時違いますよ、夜の8時です。かわいそうにこんなね、イラストまで描かされた方がいらっしゃるんですね。減ってきているとはいえ、まだまだ新型コロナウイルスの対策をしないといけない、しかも東京オリンピックの中止延期はまだ決まっていないという中で、ホストシティとしてそれをやらなあかんのは分かります。それは、で、抑えられるに越したことがないのも分かります。ただ、前回、人の流れを抑えようというので電車の本数を間引かせましたよね。で、当たり前の話ですが、電車の数が、運行間隔が広がって本数が減ったからといって人の流れが急に止まるということはないわけで、いや、もうその運転をゼロにするとかっていう極論があれば別ですけれど、5分に1本のものが7分に1本になったからといって、さあやめましょうかっていう人がどれだけいるのかっていう科学的な、思考なしに減らしますと、多少は人の流れは減ったのかもしれませんが、その運行間隔が伸びるという分密になりますよね。1本の電車に乗らざるを得ない人が増えるわけですから。で、結果として密を作り出している。あれほど密です密ですって言ってた人が密を作ってるわけですね。で、これも8時に帰りましょうと、8時1秒からウイルスがの脅威が増えるっていうのなら別ですよ。総合的に人の流れを抑えましょう、あるいは大きい声出して唾飛ばして酒飲んだら、前の人、周りの人、店員さんにもっていうことがあるからやめましょうっていうのは、それは理解できますけれど、この8時、夜8時というところにどういう意味があるのかっていうと、全くないわけで、でしかもそこに、欧米なら8時までにですね、会社を出て、で、家族でご飯を食べないと離婚ですよとかっていう余計なお世話のことまで持って出てきているっていうのは、私の嫌いな、嫌い、好き嫌いで言うと嫌いですけれど、なんでかというと、その小池さんのこれまでのやり方がという意味ですよ。人間的にとかっていうんじゃなくて、やり口が。カイロ大学の卒業の問題含めてですね。で、彼女がおそらく、多くの人が言ってますが、思いついちゃったんだと思うんですよ。で、私も、会社のトップであったりとか、ラジオパーソナリティとして思いついたことをすぐやっちゃう癖はあります。それは自分でも認めます。で、これはその番組なんかだと、それも流れの中での話ですけれどね、その一つの番組であったり長い間やってるっていう流れの中での話ですけど、パッと思いついたことをパッと口にして、パッとそれをやって周りを巻き込んでやっちゃうっていうのは、番組ならば面白くなる。ことがあります。それはね、例えばついこの間で言うと、金曜日の放送で、あるコラムを取り上げました。目の前で
ズボンが破れた先生の話を取り上げました。で、そんな人おるんですかねって言ってラジオで呼びかけてみました。すると来るわ来るわ、自分のズボンが破れた人、目の前で破れたのを見た人、うん、でそれが義理の母親との関係で、あんたそんな破れるようなもうボロボロのパンツ履かしててっていう、その人間の心のひだひだに関わるような体験談が寄せられたり、であれは多分計算してできるもんではなくて、パッと思いついてそれを呼びかけて、周りも巻き込んでそれをさっと入れてくれるスタッフがいい、それの読み方があり、アシスタントの反応がありっていうことでより面白くなる、それはあります。その腕を我々は競っているわけでもある。原稿だけあってそれを読むという番組ではない。それはそうなんですけれど、でそれとこれとはまた話が別ですね。社長としての私、まあこれまでもたくさんの失敗してきてます。それは自分のことで言うと、いっぱい周りを巻き込んで、思いつきをやって失敗をしてきています。はい、今これを見ているうちの社員、多分鼻で私のことを笑っていると思いますそれはそれは、もう蔑むような目で見られています。それは仕方がない、私が失敗していたことですから。で、まあ同じようなことを繰り返さないようにという、まあそれでも失敗はしてるんですけど、最近読み終わった本がこの本でありまして、こんなに付箋を打った500ページの本なんですけどね、まあこれはその企業活動における競争戦略をどのように打ち立てていくのかっていうのが、まあ事例に基づいて、あるいは概念的に書かれている本でありまして、まあ、おすすめいたします。で、まあ、別に競争はしなくてもいいんですけど、今回のことにおいてはですね、ただその戦略というものを立てていく、効果的な戦略を立てていく上で何が大事かっていうと、まあ、コンセプトから始まって、そして最終的なゴールをどこにするのかっていう話。それでいうと、まあ、今回のゴールは、まあ、一日も早くその新型コロナウイルス感染拡大という状況をなしにするっていうことですよね。コロナ前の生活、まあ、それはまあ全くコロナ前と同じものではない、価値観の変容もあるでしょうけれど、少なくともみんなが安心して街を出歩いて勉強し、買い物をし、仕事をし、移動をし、旅行をしっていうことのできる世の中、もっと言うと、まあこんな短期では無理ですけど、オリンピックが東京でみんなが喜んでできるようになるっていうような、そういうシチュエーションを作るっていうのがゴールですよね。でそのためのコンセプトは何なのかというところに、まず第一歩のところに、ゴールからもう一度第一歩のところへ戻る。でもゴールをまず考える。で第一歩としてのコンセプトを考える。でいろんなことを思いついたり、よその事例とかを飛びついたらあかんって書いてるんですよ。で勉強するのはええけれど、考えて考えて考え抜いてやりなさい、うん、っていうことを書いてるんですね。だからまあついつい僕もいろんなことを言ったりやったりしてしまうんですけど、そうならないために今このノートをつけていってます。はい、さまざまなことを考えて、考えただけだと頭にその瞬間あってもまた変わっていっちゃうんで、後で読み返したりとか変更したりとかっていうことができるように今
あちょっと中身は企業秘密なので出しませんが、100均で買ってきたこのノートに書き込んでいます。で、歩いていようが、お酒飲んでいようが、あるいは寝ていようが、今寝ても覚めてもずっと考えてます、戦略っていうやつをね。で、それが多分トップの仕事なんですよね。実行は実行を舞台にしてもらうということですから、やっぱり小池さん、思いつきで、そして、自分が出て行ってやるっていうここですよね。僕もだからもう出てったらダメなんですよ。出て行かずに戦略を練るのが社長の仕事、それが知事の仕事なんですよね。まあこれはまあ吉村さんなんかでもみんな言えるのかもしれませんけどね。実務派と呼ばれる菅さんが実務派っていうのは一体どういうことなのかもよくわからないですけどね。まあ褒め言葉で使われていることが多いですけれど、別に実務精通してるに越したことはないですけど、別に実務やらなくてもいいわけですから。そうじゃなくて、考えて考えて考え抜いて、そしてゴールを一日も早くするにはどうしたらいいか、そういう意味で、また小池さんは愚策を繰り出したのだというふうに思います。まあお忙しいでしょうが、この本をおすすめいたしますね。ニュースチェックでした。どうぞチャンネル登録お願いいたします。